老年、芥川龍之介。橋場の玉泉剣という茶色料理屋で一中節の巡行があった。朝からどんより曇っていたが、昼頃にはとうとう雪になって、明かりがつく時分にはもう庭の松に張ってある雪よけの縄がたるむほど積もっていた。けれども、ガラス戸と障子戸で、 二重に締め切った部屋の中は、火鉢のほてりでのぼせるくらいに暖かい。人の悪い中かずの大将などは、鉄無地の羽織に茶の金闘士のお飯揃いか何かで済ましている六金さんを捕まえて、どうです一枚脱いじゃ、黒油が流れますぜ、とからかったものである。六金さんの他にも、柳橋のが三人、 第一の町合の女将が一人来ていたが、皆四十を越した人たちばかりで、それに小川の旦那や中津の大将などのご親族やご隠居が六人ばかり。男客は宇治死行という腰の曲がった一中の師匠と素人の旦那主が七八人。その中の三人は、 三座の芝居や三王様のご情乱祭を知っている連中なので、この人たちの中では、深川の戸場屋の寮であった義太夫のおさらいの話や、山城菓子の津藤が催した千蛇札の会の話がだいぶにぎやかに出たようであった。座敷は離れの十五条で、このうちでは一番広い間らしい。 カゴアンドンの中に灯した電統が、ところどころに丸い影を人大杉の天井に映している。薄暗い床の間には、乾ンと水仙とが鼓動の壁に塩らしく投げ入れてあった。軸は大義の質であろう。黄色い芭蕉布です,すけた紙の上下を断ち切った中に、細い字で赤黄身と、 見てよる木取りや冬椿と書いてある小さな政治の香路が煙も立てずにひっそりと下の台に乗っているのも冬めかしいその前へ盲線を2枚敷いて床をかける代わりにした鮮やかな日の色が三味線の皮にも引く人の手にも七方に花びしの門がえぐってある 華奢な霧の剣台にも暖かく反射しているのである。その床の間の両側へ皆向かい合って座っていた。上座は師匠の師行で、次が中津の大将、それから小川の旦那と順を追って右が殿方、左が婦人方と分かれている。その右の列の末座に座っているのが このうちの隠居であった。隠居は、房ささんと言って、おととし本家帰りをした老人である。十五の年から茶屋酒の足を覚えて、二十五の前役には、近平大国の若太夫と親珠沙汰になったこともあるというが、それから間もなく、親譲りの黒米問屋の心情を吸ってしまい、器用貧乏と、もったが病の、 酒癖とで、歌沢の師匠もやれば、徘徊も天者もやるという具合に、それからそれへと、微録してひとしきりは三度のものにもことを隠しま末だったが、それでも幸いに、わずかな縁続きから、今ではこの料理屋に引き取られて、楽隠居の身の上になっている。中津の大将の話では、子供心にも忘れないのは、 その頃盛りだった房さんが、神田祭りの晩、肌守りに、のじの雨の浴衣で喉を聞かせた時だったというが、この頃はめっきり追い込んで、好きな歌沢もめったに歌わなくなったし、一頃凝ったうぐいすもいつの間にか買わなくなった。代わり目ごとに覗き覗きした芝居も、成田屋や五代目がなくなってからは、 行く張り合いがなくなったのであろう。今も黄色い秩父のついの着物に茶葉型の帯で末座に座って聞いているのを見ると、どうしても一生を宝刀と遊芸に費やした人とは思われない。中津の大将や小川の旦那が、ふささん、いた仁道の、なんといった、そうそう八重地を聞く。 久しぶりであの話でも伺おうじゃありませんか、などと話しかけても、いや、もう当節は辛いくがなくなりまして、と、ハゲ頭をなでながら小さな体を一層小さくするばかりである。それでも妙なもので、二段三段と聞いてゆくうちに、黒髪の乱れて今のもの思い、たの、 よさこいと、ゆうじを禁止でぬわせ、すそにせいじゅうろうと寝たところ、だのという、なまめいた文句を、にのあがった、かげえかげえとまわってゆくしゃみせんのねにつれてかたってゆくさびた声が、ひさしくねむっていたこの老人の心を、少しずつ目ざませていったのであろう。はじめは、せを曲げて聞いていたのが、 いつの間にか腰をまっすぐに体を伸ばして、六金さんが浅間の女王を語り出した自分には、恨みも恋も残りねの、もしや心の変わりゃせんというあたりから、目をつぶったまま糸の根に乗るように小さく肩を揺すって、脇腹にも昔の夢を今にしか見返しているように思われた。 渋い錆の中に長唄や清元に聞くことのできない艶を隠した一中の唄と弦とは、幾年となくこの世に住み古して、酸いも甘いも噛み分けた心の底にも、時ならない情けの波を立てさせずには置かないのであろう。朝間の城が切れて、花子の掛け合いが済むと、ふささんは、どうぞごゆるり、 と挨拶をして座を外した。ちょうどその時、ご解席でお膳が出たので、しばらくはいろいろな話で賑やかだったが、中かずの大将は、ふささんの年をとったのによくよく驚いたと見えて、ああ、もう変わるもんかね。辻番の親父のようになっちゃ、ふささんもおしまいだ。いつかあなたがおっしゃったのはあの方 と、六金さんが聞くと、師匠も知ってるから聞いてごらんなさい。芸事に飽きようなたちでね。歌沢もやれば一中もやる。そうかと思うと、信内の流しに出たこともあるという男なんで。元はあれでも師匠と同じ宇治の家元へ稽古に行ったもんでさ。 駒形の何とかいう一中の師匠、師長ですか。あの女とできたのもあの頃ですぜ。と、小川の旦那も口を出した。房さんの嘘は、それからそれへしばらくの間続いたが、やがて、流教の老子の道場寺が始まるとともに、座敷はまた元のように静かになった。 これが済むとすぐ、小川の旦那の過激用になるので、旦那はちょっと席を外して、はばかりに立った。実は、そのついでに、生卵でも吸おうという腹だったのだが、廊下へ出ると、泣かずの大将がやはりそっと抜けてきて、小川さん、内緒で一杯やろうじゃありませんか。あなたの次は私の蜂の木だからね。 シラフじゃ第一腹が座わりませんや。私も生卵か冷やで一杯引っ掛けようと思っていたところで、ご同様に酒の気がないと育児がありませんからな。そこで一緒に雇用を足して廊下伝いに母屋の方へ回ってくると、どこかでひそひそ話し声がする。長い廊下の一方はガラス障子で、 庭のなぎやこうやまきに積もった雪が薄青くくれたまから、暗い大川の流れをへてて、対岸のともしびが黄色く点々と数えられる。川の空をちりちりと銀のハサミを使うように、二声ほど千鳥が鳴いた後は、シャミの声さえ聞かず、外も内もシーンとなった。聞こえるのは、 ヤブコうジの赤い実をうずめる雪の音、雪の上に降る雪の音、やつでの葉を滑る雪の音が、ミシンバリの響くように、かすかなさ,ささやきを交わすばかり、話し声はその中を忍びやかに続くのである。猫の水、飲む音でなし、と小川の旦那がつぶやいた。 足を止めて聞いていると声はどうやら右手の障子の中からするらしい。それは途切れがちながらこう聞こえるのである。何を拗ねてるんだってことよ。そう泣いてばかりじゃ仕方ねえわさ。何お前さんは木の国屋のやっこさんと訳がある冗談言っちゃいけねえ。奴のようなババアをどうするものかな。 冷ましておいて、ちんとおあがんなさいだと。さあ、そう聞くから悪いわな。事態、お前というものがあるのに、他へ女をこしらえて住むわけのものじゃあね。そもそものなれそめがさ、歌沢のさらいで、俺が我がものを語った。あの時お前が、ふさてきだぜ。 年をとったってみえは置けませんや。小川の旦那もこう言いながら細めに開いている障子のうちを及び腰にそっと覗き込んだ。二人とも空想にはおしろいの匂いが浮かんでいたのである。部屋の中には伝統が影も落とさないばかりにぼんやりと持っている。三尺の平床には 大徳寺物の軸が寂しくかかって、品水仙であろう青い目をつつましく吹いた白高鎮の水盤がその下に置いてある。渡航前に沖きごたつに当たっているのがふささんで、こっちからは黒火ロードの襟のかかっている八条の小飼い巻きを引っ掛けた後ろ姿が見えるばかりである。女の姿はどこにもない。 コンと白茶と格子になったこたつ布団の上には、羽歌本が二三冊広げられて、首に鈴を下げた小さな白猫が、そのそばに香箱を作っている。猫が身動きをするたびに、顎の鈴が聞こえるか聞こえぬかわからぬほどかすかな音を立てる。房ささんは、ハゲ頭を柔らかな猫の毛に触れるばかりに近づけて、一人、 生めいた言葉を誰に言うともなく繰り返しているのである。その前にお前が来てよ、ああまで言った、俺が憎いと言った、芸事と。中かずの大将と小川の旦那とは黙って顔を見合わせた。そして長い廊下を忍び足でまた座敷へ引き返した。雪は、 やむ景色もない。